NMB 吉田あかりさん、 YouTuber でチャンネル登録者数が79万3000人現在いますからね。果たしてトイック500点まで行くことができるのか、有名な人に英語を教えるみたいな、そういった企画をやらせてほしいってずっと言ってたんです。やっぱり5月の頭ぐらいにやろうと思っていたことが徐々にスタートしていくっていう感じだと思ってください。それでは始まりました、まてちチャンネルです。今回はですね、そうです、ついに情報解禁になりました。私が出ているっていうのもなんですけど、トイック企画ですね、 NMB 吉田あかりさん、あかりんことですね、あかりんこと吉田あかりさん、自分もそういう挨拶にしようかな。ハローだよ皆さん、こんにちは、森哲也と森田哲也ですとかにした方がいいのかな。そのね、吉田あかりさん NMB ですから、ナンバー大阪の48グループの吉田あかりさんとのトイック試験チャレンジ企画というですね、ものが始まりました。吉田あかりさんがトイック500点を目指すという企画になります。そして講師は、そう、当たり前ですけど私になるわけですね。はい、そうです、この企画がやっと始動することができましたね。始動、2つの意味である意味始動ですけどですね、いよいよ始まりました。吉田あかりさんはですね、 YouTube やってますからね、 YouTuber でチャンネル登録者数が79万3000人現在いますからね、すごっ。もうサブチャンネルも10万人超えてますね。わあ、全然もうはるかにこう雲の上の存在の方ですけども、というかトイック企画がスタートすることになりました。そうなんです、だからもう毎週教えてますね、はい、でまあね、非常にお忙しいですが、あのズームでやってます。ちょだから今日も、ね、さっきやってきたところなんですよ、実はズーム指導ですね。でもう2週すでに指導が始まってます。まあぜひですね、そのただよみの方に今対談動画上がってますんで、どんな感じなんかっていうのをね、見てもらえればいいんですが、そうです、今はトイックの前段階、まあ今日トイックやったんですけどね、授業では、まあかなり大変です。500点目指すんですけど、今やってもらってるのは英検4級の単語帳ですから、そっからやってます。なんでこの自粛期間中にこの単語帳やってもらったんで、英検4級の多少はですね、なんでまあその成果みたいなのをね、動画では見ることができますが、今単語テストをやってます。まあ英検4級ってその動詞とか名詞っていうのはほとんどまあ日本語になってるものが多いので、あとはその AKB とかの歌のね、歌詞に出てくるやつとか結構あるんで、その辺はすごく、ね、できるんですけど、やっぱ前置詞とかね、そうどういうこっちゃわからんとね、そう日本語にないものですし、あとは熟語セットフレーズになると、どうやっていいかわからないって言ってました。英語は得意じゃなかったっつってて、そうそう、そもそもね、中学校2年生ぐらいからなんだよね、芸能活動やってるのは。それでまあ高校受験したんで勉強はしたって言ってたんですけど、まあ塾にも通ってて、途中まではすごいできたんだけど、やっぱその後芸能活動忙しくなってみたいな言ってました。まあそれで数学が好きだったとは言ってて、あ、そうですよ、だからそもそもこの吉田あかりさんを私が知ってた理由っていうのは、あの当時のね、松田先生が大ファンなんですよ、数学のね。が前に新宿本館の合格祝賀会に、その NMB のCD ずらーってあって、なんだろうって思ったら、そうですね、これご自由にお持ちくださいみたいな感じで言ってて、そう、松田先生その握手券のねために CD すごい買ったりとか、ね、総選挙で投票のためとかでいっぱいね買ってるっていう、もうずっと吉田あかりさんのために、ね、生き続けてますから、松田先生ね、だからサインとかもすげえ数持ってるって言ってましたからね、松田先生ね。でその話は聞いてて、で僕は何年か前にですね、まあある用事でですね、スタジオで一回すれ違ってんですよ。僕気づかなかったんですけど。で、その芸能人の人で、綺麗な人だったなっていうので、NMB の人だったっていうのは知ってたんで、こういう人でしたよみたいな感じで、容姿を、その日かな次の日かなわかんないですけど、松田先生と講師室でやって喋った時に、松田先生が、それは吉田あかりですよって言ってね、僕はいつも好きだって言ってる吉田あかりですよとかって、本の中にも、そうそうそう、松田先生のね、本の中にもね、吉田あかりさん登場してますからね、そういう話をしてて、うわーみたいな感じになって、あ、そうだったんですねみたいなんで、それでよく覚えてるんですよ、吉田あかりさんのことはね。そしたらね、もう不思議なご縁で、吉田あかりさんがね、英語を挑戦するという企画がですね、実現しました。で、まあ3月までに500点目指すとね、果たして英検4級レベル、わかんない、そのレベルあるのかないかもわかんないですけど、そこから果たしてトイック500点まで行くことができるのか、大学生たちのレベルまでね、行かなきゃいけないわけですよ。まあもうやる気はないです。はい。
まあ、とりあえずは今はもうその英検4級の単語、まあ、中学レベルの単語を知っていないと全然問題文も読めないですからね、トイックのね。そこやってもらって、で文法は中学中学の文法をやってもらいます。その中学文法を全部やってもらって、一通りマスターした段階でトイックの文法に入りますね。やっぱトイックで出てくる文法って高校の文法全部をやる必要はないので、かなりまあ大学受験被るところも多いですけど、被らないところも多いし、重要度がだいぶ違うので、まあその辺ね、これからただ呼びのねトイック講座とかでもね、分かると思うんですが、そうです、そのただ呼びのトイック講座をやってた理由はそうだったんですよ。なんで思わなかったですか？なんで森鉄自腹でトイック講座作ってんだろうって思うでしょ？まあもちろん視聴者からね、お願いしますっていうのに作ってくださいみたいな要望があったっていうのも大きいです。それがなければ多分気づいてなかったですから、あ、そっかトイック講座かっていうのと、で、もう一個はこの企画が進んでたから、企画が、ね、水面下で進んでたからなんですね。で、この企画始まって、トイックにね関心を持ってくれる人がいたりとか、英語もか勉強しようかなって思ってくれる人がいたらいいなと思うんですけど、そこでただ呼びに、まあ英文法講座はあるんで見てくれる人がいるかもしれないですけど、やっぱトイックのね企画やってるのにトイックを教えてるものがなきゃまあ成り立たないなというか、やっぱおかしいだろうなと思ったんで、この企画が決まってから、そう、朝日新聞出版にお願いして、そっからだって問題とか作るには時間がかかりすぎちゃうから、特にね音声録音するとか大変なんで、問題作るのとかもめちゃくちゃ大変ですから、で朝日新聞出版にお願いして、ちょっと使わせてもらえないか自分の本を、そしたらまあね快諾してくれてね、あ、まあ全問使うとかじゃなければいいよっていう形で言ってくれて、おかげでスタートできたんですよ。そうだ、このトイック企画と連動してたんですよ。で多分いずれ話しますけど、いろんな伏線が回収されていきますから、うちのチャンネルでもそれにつながるようにやってたっていうことにいずれ気づくと思います。あ、ここであの動画出てたのはそういう意味だったんだなっていうふうに多分わかると思います。で、自分自身よく言われるわけじゃないですか、なんでそんなに投資よりもお金もらえないで、その毎日ね夜中まで編集作業とかして大変な状況なのにやってるんですかって言ってね、そうです、こういうプロジェクトのために私はやってたんで、そう、最初から決めてたんですよ。有名な人に英語を教えるみたいな、そういった企画をやらせてほしいってずっと言ってたんですよ。で、そういうのいろいろもういっぱい話があるし、いっぱい企画があったんですけど、もう全部この自粛でねずらっとですね白紙になったものがいっぱいあったんですよ。もっともっとできることがねあったんですけど、いや、すごい残念だったんですよ。で、それがね動いていって、いろいろと実現していくんです。だ、宣言しましたよね、私は有名になると。別にそのお金じゃないって言ってましたよね。その意味がやっと分かってくると思いますので、いろんな部分で、あ、そういうことだったんだ、だからやってたんだこれっていうのがつながってくるはずなんで、そうです。だから僕このね2ヶ月ぐらいは本当に苦しかった。それが全部ね次々やろうと思ってたことができなくなってったから苦しかったんですよ。だからね、楽しみにしてください。これからやりますから、実現していきますからね。よし、あかりさんは、あかりんは大阪府ですね。大阪府好きな食べ物、焼肉、タピオカ、アサイーボール。アサイーボールってアサイーだよね。今日アサイーボールウーバーで頼んで食べたわ、すげえ偶然。美容ファッション、犬が好き。特技動画編集ってやっぱすごいね、 YouTuber ですもんね。将来の夢、キャリアウーマン。そうなんだ。いや、でもね、周りの人はすごい言ってたの、そう、 YouTube だったりとかすごい努力家だって聞いてるので、まあ英語に関してもね大変だとは思いますが、そのね忙しい時間を縫って合間を縫ってやってくれるということなんで、本当にありがたいですね。もう熟語以外は1週間で全部終わらしますから、これからって言ってくれたんでね、頑張って私もやっていきます。そうです、たくさんこういうふうに知名度を上げるための企画っていうのがね、どんどんどんとですねできるようになっていきますので、それただ呼び応援してください。当然ね、僕だけじゃなくて、そのただ呼びのいろんな講師たちがそういう機会に恵まれているわけなんですよ。だから大きくしてください。で、大きくなったら、そう、こういう企画もいっぱいできて、そしたらいろんな有名な先生たちも、お、だったらやるよって言ってくれるじゃないですか、絶対。なんで応援してください。こういう感じでいろんな発表がドドドッと続いていくと思いますね。だからただいまももっともっと大きくしますし、自分自身ももっともっと大きくなっていきます。このまだ上昇というか、まだ始まったばっかりですから、僕からすればもうただいま1ヶ月半ぐらいただ授業をやってて、仕掛けが全部止まってたっていう状況なんで、ね、自分がやりたかったことがほぼほぼできなかった状態だったんで、ここからやっと動き出しますので、
期待しててください。僕からすれば今やっと2020年予定してたゴールデンウィーク、つまり5月の頭ぐらいにやろうと思っていたことがやっとこれから徐々にスタートしていくっていう感じだと思ってください。なんで、はい、まだまだ仕掛けはいっぱいありますので、それを楽しみに待っていてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.